はい、皆さんこんにちは。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。このセクションは、前半部分は、私からと主にそのコンテンツ周りに関して説明させていただきます。で、後半部分に関しては、金子の方からもろもろ ICVFX 関係のこのハードウェアだったりですとか、あとはその運営だったりとかについてフォーカスして喋らせてさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ私は向こうの方に戻らさせていただきますので、はい、はい、ではよろしくお願いします。私は、主にスタジオブロスでは、インカメラ VFX の主にセットアップですとか、あと開発とで、あとN ディスプレイを使いますと、特にライブリンクの機能を多用しますので、そのライブリンクの機能を拡張したりですとか、あとはそのコンテンツ周りの、パイプラインですねを制作しています。はい、で、はじめにですね、バーチャルプロダクションの全体についてちょっとおさらいをさせていただきます。はい、皆さんが多分おそらく耳にしているものは、インカメラ VFX のワードが多いと思います。で、これ私の同級生とかにまあ聞くとですね、インカメライコールバーチャルプロダクションって勘違いしちゃっている人がすごく多いの で毎回飲みの席でですね、いやこれはこうなんだよっていうのを説明している感じでございます。でなので、まあおさらいしますと、バーチャルプロダクションはリアルタイム技術と撮影技術を組み合わせた映像制作手法になります。で、なので、まあ、言ってしまうと、その ICVFX は、一つの手法に過ぎません。なので、ICVFX の他にですね、バーチャルカメラだったりとか、あとはそのロケーションスカウティングと、あとビジュアライゼーションですね、といったようなものを、駆使することによって、今まで2週間かかっていた部分が1週間になったりとか、することによって、まあ全体的にその予算だったりとか、まあ時間を短縮できるというようなフローになっています。でそして、ICVFX は、見た目はすごい派手なんですが、言ってしまえば動くかき割りです。なので、ICVFX の運用時にですね、例えばその機材がいろいろ必要になってきますが、重要なのはワークフローですね。で、LED の中に映し出すコンテンツが、VP の、手法を取り入れないで作ろうとすると、まあ先ほど何度か講演でおっしゃられてたように、まあコンテンツが動かなかったりとかしてしまうのは、この見た目が派手な部分、まあ要はケーキとかに乗ってるイチゴの部分だけ撮ってしまうのと似ています。なので、まあ全体を見据えて、バーチャルプロダクションを運用することが、今後の鍵となってますので、皆さんそのことだけ、覚えて帰っていただければなと思います。はい、でこちらはICVX の前のフローと、あ、ごめんなさい、こちらは、ICVX の前のフロー と、インカメラを取り入れたフローの違いです。で上 の、 その、従来の方では基本的に企画から始まり、デザイン、プリビズ、撮影、VFX とポストとコンポを行って映画完成に至ります。で、このワークフローはリニアワークフローとも呼ばれています。でなので、事前に準備していないものは、まあ、ショット時に瞬時に出すことができないワークフローになっています。なので、収録で取り損ねた部分やカバーしきれない部分に関してはポストで追加すればいいというスタンスなので、まあ、ポストプロダクションの制作費用が膨れ上がってしまう傾向になっています。でそれに対して、さらに厄介なのが、その、まあ、もうこれ後回しにしてしまうっていうのがもう文化になってしまっているので、これからまあ抜け出すのがすごい難しいというようなフローになってます。で続いて、まあ下のインカメラ VFX の場合はデザインとプリビズの間に VAD という集団が入ります。でこの VAD はですね、主にプリビズと VFX そして LED の撮影を手助けします。で VAD はバーチャルアートデパートメントの略で、アセット制作からスページのオペレーション、そしてパイプラインの整備なども担当する集団になっています。はい、で VAD は大きく分けますと、
デザインテクニカルアーティストの、まあ、ステージオペレーターなどですね、そしてエンジニアに、まあ、3種類に分別できます。で、このデザイナーは主にフォトグラメトリーや天群キャプチャーを使用して、高解像度なリアルスケールの CG アセットを作ってそれを UE シーンに落とし込みます。でこの際にですね、特徴的なのが、簡単な配置などはもうすべて UE 上で行うっていうのが特徴の一つです。で次にテクニカルアーティストやステージオペレーターがデザイナーから受け取ったシーンファイルですね、こちらを VP 用に調節します。例えば、このスタジオだとまあ、ピッチが 1.5 ミリなので、もうちょっとアセットの解像度が必要だよねといったその事前の準備ですねなどなどもここで付け足します。そしてそのステージオペレーションする際は特にその現場ではやっぱりその柔軟に対応することが求められるので、まあ、これまで何回も VP を経験しているスタッフであればこの場所変えたいって絶対あの人言うよねみたいなその事前知識が結構あるので、まあ、そちらをまあ社内共有をして、現場でその人に何て言うんですかね、その特徴一人一人の特徴でこの人はすごい空気にするとかそういった部分もその事前に取り込んでそこの周りを重点的に最適化して変更を簡単に行えるように実装しています。でそして最後はエンジニアです。でエンジニアはまあ僕みたいなパートでして、まあ、ステージオペレーターが遭遇したバグですね、現場でバグだったりとかであとはそのこういった問題が起こったので今後対処したいですとかそういったまあ悩みを聞いたりします。で、それプラスあとはデザイナーですね、このシーンファイルを制作する上でちょっとVP に適したアセットを出力するときにここ毎回手でチェックしているのでそちらを自動化してくれないかみたいな要望も、対応したりします。以上が VAD の紹介です。で次に、過去の資産を生かした簡単なパイプラインについて解説させていただきます。おそらく過去の背景資産皆さんすごいお持ちだと思います。で、こちらスケーリングすることのできる、まあ、要はこれリアルタイムエンジン用に、まあ、アンリアルエンジンのシーンとして、変換をしておくことで、まあ、案件が来た際にですね今まで例えばあの映画で使った森の背景をアンリアルエンジンにしておくことでお仕事が来た際にそこに新しく例えばまあここだったら今竜のアイコンになってますけどドラゴンが森の中でゴニョゴニョワークというかその飛んだりとかそういったものを VP の背景で使用したいっていう場合はまあそちらにもともとアーカイブしてあったものを背景をどんどん足して背景で作ったものに対してアセット新しいアセットを足すだけでアンリアルエンジンのシーンファイルをまあシンプルに制作することができます。それでですねアンリアルエンジンはピッチビズとかテックビズとかプリビズといったそのビジュアライゼーションも瞬時に出力できるのでそのスピード差が活かせるようになると VP の、利点を活かせるような形のパイプラインの紹介です。で、インカメラですね、インカメラの撮った、まあ、制作したコンテンツのその後どうなるのっていうのをちょっとここあまり皆さん触れられていないのでちょっと触れさせていただきます。例えば映画のショットを撮った際によくメタバースの空間になったりとかであとメイキングとかのその何て言うんですかねそうコンテンツになったりしますがその部分がですねインカメラの撮影時に作ったアセットは基本的にスケーラブルなアセットになるのでまあそれを例えばメタバース感とかもうちょっとクオリティ落としたいっていう場合でもその ICVFX の撮影に使ったアセットをそのままメタバースに持ち込むことがある程度のアセットでは可能なので、まあ、そういった使い道がありますよという紹介になります。で、まあ、今説明した点を踏まえますと、こちらの
エピックゲームズさんが出している、バーチャルプロダクションフィールドガイドの第2巻で、まあ、プロダクションのワークフローサンプルっていうもので出しているのですが、まあ、その点を踏まえるとですね、インカメラの撮影の後とか の, そのコンテンツのデリバリーだったりとか、あとはプリプロダクションから始まってビジュアルアート部門に、まあ、お仕事が依頼されて、そこからビジュアライゼーションだったりですか、アセットとかバーチャルスカウティングとか、もろもろその前段階で、いろんなものをやった上で最後にインカメラに、シフトしているのが分かると思います。で、続いてバーチャルプロダクションのコンテンツ制作の落とし穴についてちょっと説明します。先ほども言ったのですが、 ICVFX は、まあ、ただの動く書き割りなので、ICVFX 運用時は他の撮影手法ですね、もう必ず取り入れてバーチャルプロダクションの全体を見通して運用することが成功の鍵です。見落としてしまいがちなのですが、VP コンテンツを作る上で一番大事なのは効率化なので、その ICVFX で運用ももちろん大切なんですけど、そのコンテンツも効率を、まあ、意識して作っていかないと失敗する可能性が非常に高くなるので注意してください。で、続いて、ここもあまり語られてないんですが、LED プロセッサーですね、LED パネルももちろん重要なんですが、軽視されがちなのがその LED コントローラーですね。LED コントローラーは、海外や国内での多数の実績ですねがあるかどうかを事前に確認をして、もし時間的なそのスタジオの運用の余裕がある場合は必ずレンタルをしてから購入をするようにしてするようにお勧めします。で、実績がある LED プロセッサーは、まあ、代表的なブロンプトンであったりとかヘリオスだったり、その海外でよく VP で使われているものを使われて信頼されているプロセッサーを、取り入れるのが一番良いです。で、続いて下準備とコンテンツの FPS 問題です。コンテンツで一番問題になるのがやっぱり処理負荷 FPS です。なので、ICVFでこれなぜ起こるかっていうと、 ICVFX では通常 N ディスプレイという仕組みを使うためですね、まあ、各デザイナーさんだったりとか、まあ、僕が使うようなマシンで、レンダリングして 60fps 出てたとしても LED に出すと FPS が下がります。で、それを、知らずにですね、背景を、まあ、お客さんというか取引先に頼ん で、その相手がそのことを知らないで、まあ、60fps 出てるんでって言ってアセットを受け取ってしまうと、その時点で LED になると、あれ30まで落ちてるみたいなことが起こりうるので、そこら辺も十分にご注意して、いただければなと思います。はい、で、最後にですね、この右側にグラフがあると思うんですけど、これはコンテンツ、まあ、僕が聞いた感じで、まあ、割合的に多いのが、まあ、ハードウェア、まあ、間違ってハードウェアを買ってしまったお客様だったりとか、で、あとコンテンツの問題ですね、これは主に、DCC ツールからアンリアルエンジンにただデータをコンバートしてしまったため動かないって言われる問題の割合です。で、コンテンツ部分に関してはある程度はなんとかなります。まあ、ものによっては本当にそのまあ、アンリアルエンジンインスタンス機能ってのをよく使うんですが、そのインスタンス化しないで、ただもう本当にまあユニークなオブジェクトがまあ何万何十万って置かれてるせいでフレームが落ちてる場合は対応ができます。ただハードウェアに関してはコンテンツ側で対応が絶対にできないので、この部分は非常に僕たちとしてもすみませんっていう、しか言いようがないので、もう本当皆さん十分気をつけてくださいというような感じです。はい、で、ここで VP コンテンツとゲームコンテンツの、まあ、簡単な比較を、ご紹介します。テクスチャーの解像度に関しては、まあ、アセットストアとかで買うと大体 4K が、多いです。まあ、多く高くて 4K で、でうちが作る ICVF コンテンツの場合は、元データは 16K でアンリアルに持ち込むときに 8K に落としたりしています。で、これは、なぜかというとですね、LED のピッチだったりとか LED のサイズによって、解像度感が全く違うからです。で、次にレンダリング解像度です。で、こちらはさっきちらっとお伝えしましたが、
ゲームの場合は1台あたり 4K の出力が最大かなというような感じ で ICVFX コンテンツの場合は1台あたり 4K プラス 2K から 4K、これインナーとアウターって呼ばれ方してますけど、あのインカメラの時は中に描画される窓と外の描画される窓ですねが2種類描画しているので、この部分が、要はあのローカルのワークスペースで作業されるところとその N ディスプレイで絵を出すところの大きな違いになります。なので、この点もあのコンテンツを作る上で、違う部分です。で、次に CG 空間内のカメラ移動ですね、ゲームに関しては、キャラクターが、360度動き回るゲームが今もう主流になってますので、360度同じクオリティで同じ FPS で、動くように作らなきゃいけないのに対して ICVFX コンテンツの場合は基本的に LED の真裏にカメラが向くことがないので、あの LED とカメラの、 その、位置関係ですねが最初から分かりきっているので、その範囲内で絵を作っていくというような作り方をしますので、アセットストアから直接持ち込んで場合にその360度均等に作られているものとその ICVFX 用に作られたコンテンツでクオリティの差が出てしまうのはこの部分が非常に大きいです。では最後に、FPS のドロップです。こちらはですね、ユーザー決定ってなってますが、例えば、私はすごい FPS が好きなので、120fps 絶対出てないと嫌みたいな人もいれば、私の友達でクオリティ重視でみたいな人で、60fps、30だったりでもいいかなっていう人がいるのに対して、インカメラでは絶対 FPS ドロップはできないので、この部分もあのゲームと作り方が全く違うので、その点も十分ご注意くださいというような流れです。で最後に VP コンテンツ制作の心得を説明します。一つ目は余計なものは足さないということです。シーンに余計なものは足さないことは処理負荷対策につながります。ライトを無駄に置いたりせずに最低限のライトやオブジェクトでシンプルな構成にしておくことをお勧めします。で現場で、削るのは難しいんですが足すのは非常に簡単な場合があるので、そういったその足して落ちたからじゃあそれやめようというような使い方ができるので、なるべく持ち込む前は必要最低限のシンプルなものにしておくといい場合があります。で2つ目はインスタンス機能を必ず使うことです。これも先ほどちらっとお話ししましたがよくありがちなのが、DCC ツールでそのまま使ったものを UE に持ち込んで動かなくなるパターンなので、ある程度リアルタイムエンジンが意図した意図して、提供している機能を使って、事前に動作確認をすることが、成功の鍵です。で3つ目は、こちらも先ほど申し上げた通り ICVFX だけを導入するのではなくて、バーチャルカメラだったりとかロケーションスカウティング等を自動に使用することによって、LED の中に映し出すコンテンツですね、コンテンツを、できるだけ、コンセンサスを取るようにして現場でいやこれ違ったみたいなことがないようにすることが成功の鍵です。でこちら最後になりますが、クレジットとバーチャルプロダクションフィールドガイドの第1巻第2巻のリンクになります。で以上で前半の部は終了となります。ありがとうございました。ここから金子にパスをバトンタッチをします。皆さんこんにちは。スタジオブロス、金子と申します。今日はようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。まず最初にですね、今日あのオプチトラックを持ち込んでいただきました、株式会社スパイスの皆様に、お礼を申し上げたいと思います。同じく、バイブ今日はバイブマーズを持ってきてますけどもバイブマーズとオプチトラック同じ場所で動かすのは多分日本で初めてだと思いますのでこの後ですね終わったところで皆さんにご覧いただけるんじゃないかなというふうに思いますのでちょっとだけお時間をいただければと思います。で今日はあの LED スタジオ事業をロケットをスタートする方法という題でどうすればこれからスタジオを開いてコンテンツを作ることができるかということのお話をしたいというふうに思います。
先ほどですね、徳重さんの方からお話ありましたけども、アンリアルエンジンのバージョンについてです。これは先ほど徳重さんはアンリアル UE5 というお話をしていましたけども、これ確実に UE5.2、今でしたら 5.2 を使ってください。これなぜかというとですね、5.1 からシンプティの2110に準拠した機能が乗り始めてます。で、皆さんビデオオーバー IP という言葉を聞いたことがあるかもしれませんけども、もうすでにアンリアルエンジンそちらの機能が載っておりますので、さまざまな PC のモニターに対して必要な絵を送る機能がついています。で、先ほど島田の方からありましたけども、インナーフラスタムとアウターフラスタムを同時に書かなくてはいけないということありましたけども、アンリアルの 5.2 になりますと、今度インナーだけをどのビデオカードが書くかという指定がすることにできるようになりましたので、これでもう全然画質が変わります。で、機械の負担も変わりますので、必ずここら辺 5.2 から使うようにしてください。で、あともちろん 5.2 の動作環境というところで、これビデオカードがかなり上がっています。確か今の3060 RTX の3060以上という縛りがあると思いますので、ご予算が許す限り高いのを入れた方が仕事が早く終わります。あとこのスタジオですね、必要なら防音設備とありますけども、いくつかのスタジオで、倉庫を転用しているスタジオさんございます。で、やはりお話を聞くと、雨の日に雨の音が入ってしまうので登録できないというお話がありました。ですので防音設備、これかなり重要なので、すでにテレビ局などでスタジオをお持ちの方はあまり気にすることはないと思うんですけども、これ気をつけていただければと思います。あとはカメラとレンズの周辺機器とありますけども、これは普通にスタジオカメラだったりとかシネカメラ、それとまあレンズ、周辺機器というのはデータエンコーダーですね、ちょうどここの横についてる、ズーム情報ですとかフォーカス情報を取るためのデバイスが必要になります。あとは CG の表示デバイスと周辺機器ということになりますけども、これはここにある LED パネル、それと先ほどお話があった LED のプロセッサー、それからディストリビューターが必要になります。あとここからはヒューマンリソースです。まず撮影のスタッフですね、あとインカメラ VX のコンテンツの制作スタッフ、いわゆる CG のプロダクションの方がこれに当たります。あと大事なのがアンリアルのオペレーションのスタッフ、これスタジオに入ったところでクリエイティブの皆さんとお話をして、どういう色を決めていくかっていうのを現場で最終的にいろいろと変更あります。そのスタッフが必要です。あと私どもが今やってるみたいな物を動かしたりとか、アニメーションですね、それを Q で動かしたりとかというようなプログラミングをするのにも、オペレーションスタッフ最終的に大きく関わります。あと一番下が LED のボリュームのオペレーションスタッフ、これはLED ボリュームを運営するときに必要ですけども、 LED の例えば、つかなくなったときの交換をしたりですとか、 LED の色を変えたりとか、そういうようなスタッフが必ず必要になりますので、この最低限4つの部署は、必要になるというふうにお考えください。で、こちらの方、インカメラ VFX を実現する支えるための、リソースに関して、ここに図を表しています。これを大きく分けてインカメラ VFX でアンリアルエンジン、ステージエンジニアリングとありますけども、そこにパワーフォースというのが入っています。で、これパワーフォースというソフトウェアですけども、もしかしたら馴染みがない、名前かもしれません。で、こちらの方ですね、いわゆるバージョニングツールというものでして、例えば、大人数でプロジェクトを作っていくとき、例えば僕がアニメーションを作る、で皆さんのところでデザインを変えていくというものをやるときに、いっぺんにファイルを触ってしまうとコンフリクトを起こしてしまいます。で、そのコンフリクトを解消するためにファイルにはバージョンをつけていきますけども、そのバージョニングを自動的にやってくれる便利なソフトになります。でも、たまたま同じファイルを同じバージョンで作ってしまってコンフリクトを起こした時も、そのコンフリクトを解消することができる機能もついています。なかなかここら辺ですね、時間とお金をかけてパワーフォース使う方いらっしゃらないんですけども、一度使うともう手放すことができないというとても便利なツールです。で、オレンジ色の枠、黄色の枠、パープルの枠、赤の枠、ブルーの枠で白の枠ってありますけども、おおよそこの色分けされているところが部門だとお考えください。
でそうすると前半戦のバーチャルロケハン、これスカウティングですね、先ほど出てきた。であとは背景制作のデザイン、であと真ん中がデジタルヒューマンってありますけども、いわゆる僕たちが今やってるところのデジタルダブルと言っている、デジタルエキストラがいますけども、そこを作る部門、これ結構人がいます。であとはカメラですね、アンリアルの中でカメラを作っていきますので、それに必要な、リソースです。であと先ほどお話しした LED ウォールってありますけども、それをこうプロジェクションするために必要な、スタッフというところで、さらには、LED ウォールを撮影したものに対してさらに合成をしていく、リペイントをして邪魔なものを消していくっていう作業が出てきます。どうしても見切れが出てしまいますので、それを合成して消していくっていう、段階が必要になることがとても多いです。で最終的には、ごめんなさい、最終的にではなくて、絵とは、並行してますけども、照明 DMX っていうのがありますが、このような空間の中で LED と、ローカルを合わせていく、これとても大事な作業ですけども、DMX を使って合わせていくことが多いので、まあ、このような部署の人間が必要になるとご考えください。でここからですね、ハードウェアの話深く入っていきます。LED ボリュームの形どうしましょうかっていうのは割と、なんですかね、お尋ねが多いことなんですけども、フラットな構成とカーブとあります。で LED の、性格上、被写体までの被写体と LED 間の距離が、均等であればあるほど、同じ明るさで、照らされます。ですのでフラットなものですとどうしてもライティングがしにくかったりとか、一部が強くなりすぎたりとか、どうしても一部の場所だけが IBL になってしまうということが、よく見受けられます。でカーブの場合は先ほどお話した通り等距離になるんですけども、逆に今こう話をしていて、僕の声がスピーカーから反射して奥の方まで届くかもしれませんけども、円形のボリュームに入ると声がとても響くので動力の時に問題になることがあります。あとは U の字、ですね、隣の、イラストありますけども、ああいう形で、作ることが多いですし、360度を、カバーするためにその後ろに移動式の、プラグのウォールを、はめ込むこともあるというところで、これはナントスタジオの、図ですけども、先ほど、向井さんのお話にありましたけども、こういうような図式になっています。でボリュームに対する、ロケーションの問題点、解決する点が、上からずっとありますけども、割と重要になるのがコンクリの床というのがあります。で大体板張りのところに、セットを組むというのが、とても多いんですけども、ご覧になっていただく通り、今日オプチトラック三脚の上に乗ってます。でベースステーションも三脚の上に乗ってますけども、これ板の上だと動いてしまって、使うことができません。でこのように、スタートラッカーや、スタイプ、などのように上に張っているものに関しては、使うことができますけども、下が硬くないとこのように三脚に立てて、ポータブルにトラッキングのシステムを組むことがとても難しくなってしまうので、これケースがケースになりますけども、大きさによっては、下を、コンクリで作っていくということも一つ重要です。あとは電力、こちらの方ですね、ビルの中に、バーチャルプロダクションインカメラの LED ボリュームを作るときには、電力が、問題になることが、よくあると聞いています。で僕も相談されるとまず初めに聞くことの一つが、どれくらいの電力がビル持ってますかというのを聞きますので、こちらご注意ください。であと大きな撮影になればなるほど美術セットが必要になってきます。そうするとスタンバイの美術セットを置くことができる場所が必要になりますので、バーチャルの空間を作るための場所プラス美術セットをスタンバイできる場所が必要だというふうにお考えください。でここら辺の映画のスタジオですとか局は、全部お持ちですので、特に考えなくてもいいかなというふうに思っています。じゃあ次お願いします。でこちらがですね、ステージの大体今3種ぐらいあります。でラージ、ミディアム、スモールって書いてありますけども、これが典型的な幅が15メーターぐらいで、まあ、ドラマや、コマーシャルが作れるような、ボリュームになっています。これ360度の移動の、プラグの壁がここにありますので、これを塞ぐことで
IBL 組むことができます。で真ん中はあのよく見る形ですけども U の字に組んであげて、で天井を塞いであげるというところで、これあまりあの大きくないところでも割ときれいに IBL が入るのでライティングが楽になります。あと一番スモールってありますけども、こちらの方はフラットなものを組み合わせています。でこうこのコンフィギュレーションですと小さなものだったりとか、あとはあの通販だったりとか、そういうような小さなあの小回りの効くものはこういう LED のウォールを使うのがとても便利かなというふうに思います。なので何を撮るか、どういうメディアにしていくのかっていうところで、皆様が準備される LED の大きさだったりとか、LED の種類だったりとかっていうのをお考えいただければと思います。よくあのピッチが小さいものをがいい LED じゃないかというふうにお考えの方のお話聞きますけども、必ずしもそうではありません。ピッチが大きくても LED とカメラの間に十分な距離があればピッチは見えなくなります。でさらにピッチが大きい LED の場合はピッチが細かいものに比べておおよそ明るいです。ニッツが上げられるので、何のために LED を使うのか、見せるために使うのか、照らすために使うのか、それによっても、選択する LED が変わってくるので、それもご注意いただければというふうに思います。でこちらのブレインバーってありますけども、これはアンリアルのオペレーションスタッフが入る場所になります。場所、大体のコントロールになりますけども、真ん中はよく DIT の方が入っているものが多いです。で一番向こう、シンクロジカルって書いてありますけども、これはここで言うとこの裏に、レンダーノードが、今隠されているんですけども、リモートでレンダーノードを、動かすための KVM の大きいやつというふうにお考えいただければと思います。でコンピューターはおおよそ2つ2種類使います。もう一つエディターマシンっていうのが通常使うんですけども、今回は絵を表示する方に絞ってます。でこちらですね、コンテンツの準備、読み込み、同期というのがありますけども、作ったコンテンツを持ち込む、エディットが終了したものを表示する前に整える役割だというふうにお考えください。でそこで、動くもの、動かないものがあるかどうかを、判断をして、動かないものがあれば戻します。で動く、問題なく動くようでしたらそれは表示して撮影に使うのでレンダーノードに回すと。で真ん中がレンダーノードで、ここに書いてある通り、GPU を載せていてコンテンツを表示するための装置になります。で先ほどからですね、今日お昼間から皆さんいらっしゃると思いますけども A6000 というのが出てますけども、 A6000 は NVIDIA の、RTX のボードの今上から2番目ですねになってしまいましたが、よくこれは使われていて、でこれを、2つつなげて、NV リンクを組んで表示するのが大体のこうメインストリームの、皆さんのお使い方というところになります。でこちらのビデオ関連です。こちらのテレビ局の方はですね、よくご存知のものがいっぱいあるので、あんまり珍しくはないかと思いますけども、タイムコードとあとシンク、ジェンロックですね、こちらの方の機材になります。でジェンロックは割と、PC との組み合わせによっては引っかからない時があるの でこれも事前にレンタルをして動くかどうかの確認をするのがいいかなというふうに思います。でここに出ているのは割と鉄板の組み合わせですので、だいたいこれを使えば動きます。で真ん中ちょっと あまり見慣れないものですけども、ライトウェーブ MX2 というこれは HDMI のビデオルーターになりまして、割とVP やるときに HDMI 使うことが多いので、こちらの方を、組むケースもあります。あとはいつもは日本でよく見るもバーコンいつはよく見るので皆さんご存知かなと思います。でこちらです。先ほど島田から話がありましたけども、今回はブロンプトンの、ご紹介になっています。でブロンプトンテスラの SX40、これ割と鉄板です。でこれをディストリビューションするのもブロンプトンの XD、これも鉄板ですね。で一番向こうが、ROI のブラックパルス BP2
でこれも鉄板で、ここに出てるのは割と鉄板な機材になってます。であとはヘリオスですね、先ほどからお話上がってますけども、であとは RE と青戸があったりとか、こちらは、皆さんがご覧になっているのは、ソニーの、クリスタル LED で、これはもう作っていないディスコンになっている、ジェネレーション1のものですけども、今ジェネレーション2のものが出ています。でこのように LED のパネルにしてもプロセッサーにしても、できるだけ、使用例が多くて、調整することが多い、ものをお使いになるのが後で困らない一番大事なことだと思います。でこちらのちょっともう配線図になってしまいますので、皆さんご存知の方が多いかなと思いますけども、こちらの方ですね、撮影をしたものを、LED に持っていくとこまでの流れになっています。でここで最近多く使われているのが、モーションキャプチャーネットワークというところで、プチトラックを使ってカメラのトラッキングをして、モーティブに持ち込んでカメラのデータをアンリアルに入れるという流れが、かなり増えています。でこちらですね、タイムコードイン、元録イン、HDMI インと書いてありますけども、ブロンプトンに入った映像を、10ギガのファイバーで、配って LED に、表示すると。でさらにそれをカメラで撮って回して、カメラで撮って回してっていうのをずっと回していくっていうのが、バーチャルプロダクションインカメラ VFX の基本的な流れになります。じゃあ先ほどから話が出ているモーショントラックっていうのがありますけども、今日、持ってきていただいたオプチトラック、こちらの方ですね、モーションキャプチャーでよく使われているので皆さんご覧になったことがあるかと思います。で向井さんのお話もバイコンってありましたけども、バイコンとオプチトラック割と多く使われるので皆さんおなじみかなと思います。上についているのがスプトニックって書いてありますけども、パッシブのマーカーもしくはアクティブのマーカーというところで、外からの赤外線を受けてその情報を戻してからアンリアルに入れるのか、カメラで受けた情報をそのまま生成をしてアンリアルに送るかで、パッシブとアクティブに分かれています。でこれはパッシブのマーカーですけども、アクティブマーカーも使われます。でこれはステージの大きさによってアクティブにするか、パッシブにするか、あとはステージの中でいろいろなものを、スモーク使ったりとか火を使ったりとかするケースもありますけども、それによって使うものが変わってくるということがあります。でカメラに関してはもう皆さんよくご存知で、アリのアレクサだったりとか BMD だったりとか、パナだったりとかっていうのは、それぞれ使ってますけども、これも大きさによって、使い方が変わってきます。で先ほどお話ししたスプトニックっていうのが真ん中にこうありますけども、こちらが、モーションキャプチャーのスーツにつけるものと同じになります。でこれキャプチャーのスーツにつけるピンポン玉みたいなのがありますけども、あれと全く同じものが入っていて、これはパッシブのマーカーになるというところです。でトラッキングのエントリーレベル、こちらエントリーっていう、こちらに書いてありますけども、ご紹介しているバイブありますけども、バイブのマーズはかなり単価も安いものですが、トラッキングは割としっかりしていて、欠点といえば、10メーター10メーター10メーターの中でしかトラッキングができないというのがありますけども、プロダクションの方でいやテストしたいんだよねと、実際に撮影の前にちゃんと動くかどうかテストしたいときには、最適な機材だなというふうに思ってます。あとここら辺はもう皆さんご存知のタイムコードですね。あとタイムコードとシンクとシンクジェネとコンバーターという形になります。あとはディスプレイで LED 以外の使うときっていうのは、例えば単焦点のプロジェクター、こちらこの前スウェーデンで一つ、ボリューム出てましたけども、幅25メーターの、壁をプロジェクターで埋めるというやり方をやっていました。あとは大型のディスプレイですね。最近200インチのディスプレイも、結構出てます。あとはグリーンスクリーン、いわゆる GB ですけども、これ僕たちもよく今最近使って、いますが、こちらの方は大きさあまり、何でしょう、制限なく使われるというのが特徴です。で最後にこれ皆さんに、気をつけていただくこと、バッと書いてありますけども、まず成功している事業者さんの話を聞いてとりあえず真似をすると、これすごく大事です。で今日 PCL
さん、出ましたけども、PCL さんは、ステージを一番初めに作った、会社さんになります。で、今、徳重さんの会社さん、徳重さんどこかな？今、されましたけども、今日登壇された2社さんは、とても成功されているふうに僕は考えていて、まず、この2社さんがどういう形で作られているかというのをよく見て真似をしてください。で、表から見ることも大事ですし、裏から見ること、この LED の裏に回ることもすごく大事なので、必ずですね、真似をしてください。で、真似をしないで、僕が考える最強システムをやっちゃうと大概失敗します。あと必要ないシステムや機材を購入しないとありますけども、こちらの方、ベンダーさんがですね、やはりボリューム作るとなると予算がとても大きくなって、簡単に億を越します。でそうすると気づかないようにいろんなものを乗っけてきます。これ気をつけてください。で特に、サブスクが年間70万とか入れてくる人がいますんで、必ずこれ気をつけてください。あとでっていうのが来ます。であとLED の再燃事業者さんのボリューム発注は避けると。でこれですね、再燃事業者さん日本かなりいっぱいいらっしゃいますけども、再撮影をやられた経験のある再燃事業者さんっていうのはほとんどいません。なので色の、撮影した後色がどうなるかとか、それから真空がどうなるか、ノイズが出るか出ないかっていうのは、何も考えてないです。今まで僕5社ぐらいと話しましたけども、誰も考えてませんでした。なので、今までボリュームを何件もやったことある会社さんは別ですけども、ボリュームをやったことないサイネージ屋さんに頼んではいけないというふうに、はっきり僕は言います。で次パネルやプロセッサーの購入で冒険はしない。これ先ほどありましたけども、割とこれ鉄板です。いくつか使える種類のプロセッサーと何種類かの、LED がもう決まっていて、こちら冒険しても全然構わないんですけども、事業を始める際に失敗というのは大概許されないので、失敗してもいい方もたまにいらっしゃいますけども、ほとんどの皆さん失敗すると結構痛い金額になります。なのでここは冒険はしないで、コンサバに行ってください。あとインカルベックス未経験の CG 関係者のプランは大概役に立ちません。リアルタイムで動かして再撮影をして現場で色を変えて明るさを変えていくっていうことがどれだけ大変なことかっていうのは、ポスプロの CG の方は誰もやったことないので大体失敗します。これ本当注意してくださいね。であとインカメラの大きな話をする自称関係者は絶対に要注意です。これは、今年に入ってから僕3人この聞きました。で、誰と誰もう今言えないですけども、大概の人ですこの人たちは。で大体その人たちは 2,3 人声かけてます。なのでこれ注意をしてください。大きな話をする人っていうのは大概この中にいますんで、この中にいない人は大概要注意だと思ってください。であとアンリアル経験を限定してスタッフの募集はとっても危険です。でこれなぜかというと、これ最近、去年の秋ぐらいからかな、秋前ぐらいからですけども、アンリアルの経験を、経験している CG スタッフの募集がとても多く、流れてきていて、僕たちのところにも、いくつか、来ています。でアンリアルできる人いませんかっていうのを、いわゆるこの派遣屋さんですねから連絡が来たりするのもありますけども、今アンリアルの経験している方っていうのはとてもですね、市場に出回ってません。ほぼ出回ってないと思っていただければいいかなと思います。なぜかというと、アンリアルできる人は、今ゲーム屋さんでも欲しがっているので、まずはじめにゲーム屋さんに引っ張られたりとか、あとメーカーに引っ張られたりとかしていって、アンリアルできますっていう方でも、僕たちが面接すると大概学生レベルです。なのでそこからいきなり事業に始めるっていうのはとっても危険なので、これはやめた方がいいと思います。じゃあどういう人を選べばいいかというと、アンリアルの経験があることよりも、実際の撮影と CG の組み合わせに対して、興味を持っている方、あとは実際の撮影に対して、知識のある方、経験のある方で、しかも CG 触ったことある、マヤができれば最高です。でそういう方を選んでいって、あとはアンリアルを半年勉強していただければ大概使い物になります。あと DMX の使えない照明は避けた方がいいです。
でこれ先ほど ありましたけども、バーチャルプロダクション、特にインカメラ VX で一番大事なことはライティングと最適化です。ライティングと最適化成功すればほぼインカメラは成功したと思っていただいて結構です。なので DMX で中と外を合わせるっていうのがとても大事なので、この部分は、DMX を使える照明部さんと一緒に仕事した方が失敗は少ないです。あとインカメラ VFX の未経験のフォトグラメトリ業者は避ける。でこちらも最近よく聞くんですけども、フォトグラメトリをやっている方がバーチャルプロダクションの、アセットも作れますよというお話で営業しているそうです。で僕たちも、話何件か聞いてますけども、大概フォトグラメトリの方というのは撮影のことを意識していないので、メッシュが一体化していて、例えばこの部屋を作るとすると全部が一体化しています。で撮影の方、皆さん撮影はプロフェッショナルなので、お分かりだと思いますけども、撮影の際に物を動かすというのは当たり前に発生しています。でカメラがこう回り込みます。でここに台があったら邪魔です、動かしますよね。三脚があったら動かしますよね。カメラを持っていくとにそこの椅子入れないですよねっていうのが、動かさないと入れないってありますけども、なぜかフォトグラメトリーの方々っていうのは物を動かさないように作っちゃうんですよね。でこれ多分初めに発注の仕方が違うんじゃないかなというふうに思ってはいますけども、ただ全部動かすようにするってのは相当面倒くさい作業なので、この部分っていうのはフォトグラメトリーの方は大概やらないで納品をしてきます。これ本当に気をつけてください。で表面が、フォトグラメトリのままだと、スムースになっていないので、これも動かないことの原因の一つです。なのでこの部分は、すぐに動かせるものがどうかっていうのはとても大事です。で最後になりますけども、インカメラ VX の未経験のアンリアルの背景デザインを発注する際は必ず納期を早めに設定してください。僕たちの経験だとほぼほぼこれ動かないです。でなぜかというと、きれいにやっぱ作ろうとするんですよね。できれいに作るものっていうのはアンリアルの中でもとても重い機能を使っていることが多いので、例えば 30fps 欲しいなと思った時でも15だったりとかっていうのはそんなに珍しくありません。なのでとてもきれいなものを作ってくれるデザイナーの方がいらっしゃったら、それはとても大事なことなので、後の最適化はご自分たちでやるという気概を持って発注をしてください。これぐらい気をつけていただけると大概の LED は大成功します。ご説明ありがとうございました。